この YouTube は長野県木曽郡にある須原発電所から始まります。須原発電所です。須原発電所、関西電力です。どこにタービンがあるのかは分かりませんが、あの建物の中にタービンが入っているのではないでしょうか。左の山から流れてきた水で発電しているようです。須原発電所は長野県木曽郡大桑村大字殿にある関西電力の水力発電所で、木曽川にある発電所の一つです。形式は水路式発電所で、1922年に運転を開始し、最大出力1800kW にて運転されています。中部山岳地帯の電源開発に関する近代産業遺産群の一つとして、2007年度の経済産業省の近代化産業遺産に認定されています。国道19号線を離れて旧中山道に入ります。場所より南にありましたが、1715年の木曽川の洪水で流されました。そして江戸時代に今の場所に再び建てられました。町の中心の本町に本陣と脇本陣があり、今も残っています。町並みも宿の暮らしの趣が豊かに現れていて、中央に通っているよう水路は防火の役割も兼ねられています。上岸寺です。ここやね。あ、上昇寺、船の形やね。水船の里。案内図。あ、水を入れた船の形した。さわら材の丸太をくり抜いた水船は、米、野菜、食器などを洗い、人々の憩いの場でした。上昇寺、おお、また明治天皇ですよ。明治天皇須原御在所。休みやったんですわ。ああ、これは須原宿です。多分ね。まあ同じとこ出ますけど。何で穴水作ったんかな。お寺があるからか。基礎はやっぱり猪木やね。立派な椅子でな、重たすぎて動けへんねん。ここで一緒やけど、やっぱ古い家がある。木曽川の豪快な流れです。昔橋があったんです。橋桁が残されています。
て右岸に遊歩道があります。竹もあり風も吹いて今日の一番気持ちのいい道ではないでしょうか。体育館ですね。大桑ちゃう、大桑村。とこ豊かやね、割と有田がもそうやったやん。大きな体育館、同時にホームがありましたわ。このトンネルを避けて、トンネルの横から山道に入り、峠を越え、今から下るところです。あ、なんか書いてあるわ。JR 倉本ハイキング道やな、これ。あんな標識があると見ると、あ、東海自然歩道や。